1月3日モーニングショットをお届けしたいと思います。ドル円は141円の8070で買いから、141円の50にストップを置いて142円の1525での利食いを、差し値は今日は701の70に入れております。ユーロドル 1.09 の6575売りから、1.1005 でストップ、 1.09 の3020利食い、ユーロ円155円の2515買いから、154の90ストップ、155円の6575利食い、ポンド円179の05、178円の95で買いから、178円の70ストップ、179円7080利食い、タイドル 1.265565 売りから、1.2690ストップ、1.26の10ちょうど利食い、OG 円、こちらは売りから96の3545で売り、96の70ストップ、95の8070利食い、タイドル 0.678595 売り、0.6820 ストップ、0.673020 利食い、ニュージー円も売りで89の0515売り、89の40ストップ、88の5040利食い、タイドルは 0.627585 売り、0.63ちょうどでストップ、0.62 の3020利食いで作りました。一旦ですね、141円の865ぐらいまで、売りになった後ですね、一回こうショートカバーっぽく、持ち上げて、先ほど142円の、これビットベースで、135まで、上がった後、今90手前までもう一回反落してきたという感じです。1回目が177、2度目が135ということで142円台、だいぶ重たそうには見えますけど、なんかねマーケットちょっとショートになりそうな気がするんですよね今のところ。なのであんまり93台とかそれは買いませんけど、70近辺ちょっと1回買ってみて、ダメなら50で1回切ってというふうには考えております。まああんまり追いかけて高値は買いたくないので、しばらく様子見をしてみたいと考えております。また何かお取引ございましたらお待ち申し上げております。よろしくどうぞお願いします。モーニングショットこれで終了です。